お疲れ様スラットです。今日はこちらペックラムやっていきます。さあ現環境流行りまくってるラムデッキですね。はい、というわけで、まあ、ペッカーも強いです今。まあ、プリンスが強いので、なんかジャイプラスのプリンスだったり、まあ、LJ プラスのプリンスとか、なんかまあいろんなタンクプラスのプリンスデッキがあって、まあそこに対してのまあペッカーがねシンプルにさせております。はい、で新カードの、まあ、ゴブリンマシーンや、まあ、あとはダイナマイトゴブリンとかか、まあ、その辺にもペッカーは刺さるんで、まあ、ペッカーは今はだいぶ強い環境かなと思います。はい、まあ、ペッカー工場とかもいますね。はい、まあでも今日は、はい、ラムも強いんでね、ペッカラムでやっていきます。で俺はあの LSP 型を今日やっていくんですけど、なんかその LSP の枠はねユニレフェがあればですけど、あのゴブリンマシンかの編成も結構いるかな。てかそっちの方が多いんですよね。まあけどちょっと重いの使いづらいんで俺は軽めにしました。はい、 LSP で。で相手のね、いやーこれでもハイハリーの、いやでもペッカもあるか、いやでもスケだったんでジャイっぽいな。そのジャイプラス、まあ、プリンスウィザードフェニーみたいなね。いやもうねこういうのがものすごい多いんですよ今、ほぼこれで。まあ、ここに対しての、まあ、ペッカが、え？なんか、ペッカが弱い。やばい。なんか、やばい！この、突破され具合がやばい。いや、ジャイかな？うん、ジャイプリンスの、ね、いや、ジャイっぽい、ジャイっぽい、ジャイっぽい。いや、グロいな。ペッカの溶け具合が異常ではあったんで、普通にビビる。守れんのかなっていう心配にもなるが、まあ、俺も呪いあるんで、なんか呪いと呪いのね、ぶつかり合いみたいな変な動きになるかもだけど、一旦耐えね。で、この爆破でウィザードもだいぶ溶ける。いや、強い。いやーこれさすがにジャイ VS ペッカなんで、いやそんな相性が悪いわけじゃないとは思っているんですけど、全然可能性としては俺の方がものすごい悪いパターンもなくはないっていう、なんか嫌な話っすよね。いやナイスナイスナイス。やばい、突進受けた。強い、それ。まあこれはラムいっときますか、せっかくならね。いやマジカウンター危なすぎる、これやばい。止まってくれるかな。普通にこっちはペッカなんだよなっていう。いやでも呪いがね、まあ、相手も強いんですけど俺の呪いも強いんで耐えることはできるね。いや怖えー。本当に突破され具合がいかれてやがる、怖いね。まあ LSP だからこそね、サイクル1個早められるのでかいな正直。てかペッカもこれ熱い。お、この流れはラム追加でお祈りか。いやこのラムマジ強いよ、持っていけるんじゃない、ザップとか打ったら。おい、いやマジ強いんだよなラムが。まあでもこれはペッカだからのね。さあナイス。まあ結構ジャイプリンス、まあなんちゃらプリンスか、ロイジェイプリンスとかもいたな、まあ、プリンスがいます。はい、まあ、そこに対して1回クッション受けるんで、レスピがあるとね、まあ、それもまた使いやすいかなと思います。まあ今はいかにね呪いを使って突破するかと、まあテスラとかで守るかみたいな、どっちかのタクスね。はい、形組んで呪い打ってぶっぱで勝つか、しっかり守るか、2択です。はい、まあ相手のデッキは、あーでもザップだったんで、いやまた近そうね、デッキが同じまであるよな正直。ジャイウィザード環境が固まっちゃったな。
え、ペッカでした。いやまあさすがにウィザードに当ててこのカウンターだけでもちょっと強いけど、ランバーとかもなんか珍しいよな。いやこれタゲラムならやばいな。フェニックス強すぎん。でギャン気づいたらタワー来れますよっていう話だよな。でこの距離が走るんだよな。あーやば。短距離選手でさえラムライダーはトルネでちょっと下がったら走っちゃうらしいんで、逆にトルネ打たない方がいいかもな、ああいう場面はね。どうなんでしょうか。さあ1本折ることには成功です。まあ、ペッカ対決ね。で相手ランバだったんでフリーズのバルーンとかの可能性もあるかこれ。で進化ウィザードのサイクルなんで、まあちょっと怖いね。一旦ね肉面ペッカで相手のウィザードだけ、まあバルーン来たら一応ラム防衛もあるんだよ。いやまあザップなんでフリーズなかったら嬉しいな。うっ、おい耐えた。いやあのウィズ強えな。でもいやこれちょっとだけマジ怖い。うまいそれ。ちょっとどころじゃねえか、だいぶ怖いか。俺はね普通に左を視野に入れた方が多分いいんですよね。そういうこと。あーまあでもラムもあるしな。いやーいいね、ラムライダーマジで便利すぎんなこいつ。さあ自分の攻めが通らなくて眠くなってらっしゃいましたか、サッカーボールくん。こんにちは、いってらっしゃいペッカくん。いやマジで強いな。で呪い打つとこのペッカもねチュンドゲね。でダイナマイトゴブリンもまあ強いと。まあなんでこれラムもあるんですけど、まあラム刺さんなくてもまあダイナマイトゴブリンとあとはゴブリンの呪いか、はい呪ってなんか不意打ちのゴブリンでね刺すこともできるかなと。まあ普通にペッカフェニックスだから組むだけ強いんだよね。さあえ珍しい、何これ。ちょっと待って、ザッピー来たんだけど、ザッピーでもこの人はスパーキー使いのねイメージがあるんだよな。いやザッピーウィザードか、スパーキーじゃないかな。ワンチャン取るねまるが、やばいこれ間に合ったら最強だった正直。いや700入る。あまあ、ジャイスパだと思うっすね。エレスピアンナもちょっとでかいの俺。やべ。いやーこれハシマイザッピー来るなー思いましたね。いやーまあでも頑張ったか。あ終わった。いやこのプリンス強っ。火力マシマシやん。やべえ。エナチョコザップしたな。やばい。でもここのラムちょっと熱い。熱くねえかな。ザピオ先生いるかな。ワンチャン。いえゴブリン、範囲外。いやあれザッピーまずいな。呪いプラスザップだったらしばけんのか。絶対来るよな、そりゃ。
マジでなんか顔面で、ちょっと未来が見える。マジちょっとだけではある。なんでそっちやねん。いやマジ強すぎんだろこれ、形組んでくんの。いやでも、お？僕はまだ諦めなくてもいいってことですかね先生。僕まだ頑張れるってことでいいですかこれ。マジちょっとあんな。先生、僕まだ諦めなくていいってことですかこれ。やばい。ちょ、マジで、マジやば。いや、勝てるもんなんですわねと。諦めなくてよかった。ほぼ諦めてたんですけどね、 98% ぐらい。なんで、なんで勝った。いやでも呪いが強いね。強かったな。呪いのおかげで守れてたし、なんか最後のも呪いのおかげで理不尽に突破してたもんな。マジ呪いゲーか。相手の呪いもまあ気をつけなきゃいけないんですけどね。まあ一旦手玉回しして、あ、ウッドなんで端前プリンの可能性もありきり。おー、ロケットピューやめて、さすがにね。はい、よかった。ロケホーだ。なんかホグクエイクもね結構いるんだよな。え、ホグクエイクじゃないん、それで。そんな話ある。うん、強い。でも近畿できねえかなこれ。相手ミスってんのでかっ。いや、LSP のタイミングうまっ。私たまたまではあるが、みっちりこれラム追加ちょっと熱いんじゃね。意外と相手コスト使ったぞ。ああ、いいウッドや。でもめっちゃいるぞこれ。しばいて、いやで自陣で受ければいいんで。さあ、ペックラムっすね。うざめのスタンプは持ってません。で、今来てもダイナマイトと LSP あるんで、まあこれラム系の可能性は結構あるね。お願い、これマジで走る。やばい、LSP のタイミング。あ、でも強すぎる。ずるやん、それ。ラム使ったもんな、俺だって言っちゃうよ。止まんねえぞ。さよなら。もう一発いけ。おい、これで発進ってなんかダセーな。突進できるかな。で、進化ザップもあるんでラムは余裕と。泣いとこうか。進化ロケコにザップ使いたい気持ちもものすごいあったんですけど、逆サイラムはラムで守ろう。痛い、それ入っちゃったらよくないね。なんかちょっとまずいね。ベッカも入ってるね。ちなみにザップ圏内で割る。ザップ圏内で割るから、なんかザップをこっちか、さすがにね。危ねえ、なんか
あたふたしちゃってた。まあ、一応スタンプはね、やべ、間違えた。まあ今んとこほぼ確でプリンスカラムは入ってきてんな。まあなんか高回転にはね入ってこないこともそれありますけど、中型以上にはね結構マストなキャラにはなってる。ラムオアプリンス、マジ突進ゲー、勝手に事故る気づいたら大ダメージだって。攻めようと思ってないんだけどな。さあ、まあボンバーマシンね、まあ別にジャイもあればペッカもあれば、エレジャイだってあるし、正直何でもありすぎて参考になんねえとか意味がねえな、わかんねえ。そんぐらい万能なキャラなんだよな。まあヒマラムでもしとこうかな。ええ、タイムかぶったのちょっとでかいか。ウィザードが残ったらだるいな。あー、いやー、これねフェニ先行してほしいけど破裂で後ろ行っちゃうんだろうな。綺麗に偉すぎる。これペッカ使わず呪いフェニとかの方がいいかもね、正直防衛。いやー、使ってもいいかな。お互いにさ呪い打っちゃえば関係ねえっしょマジカオスすぎる。今の緑の世界の中で何が起きてたんやっていう。まあでも相手に呪い打たれたらちゃんと呪い打ち返さないと渋いことだけは分かりますね。え？え？本当に意味わかんねえや今のだよな、そうだよなグッドゲーム来たいやマジ普通に意味わかんねえな。いや強すぎんだよな今のが。ダイナマイトゴブリンイカレです。いやでもこれやべえな、プリンスマシンも全部来るよ、フルブッパー呪い付きで。まあでも俺も呪い打つんでね。あとエレスピでこれ一回プリンスのクッションあるのも強いね。でもなんか進化ボンバーいるんで、君はザップでさよならして。いや強い、さすがにね。ジャイも流行ってるからこそのペッカラム今鬼強なんで。よいしょ、勝手に相性いいか、いいな。しかもダイナマイトゴブリンなんかおもろいな、おばちゃんの背中みたいななんか俺だけか思うのは。タラちゃん、タラちゃん来たね。まあザップで進化を貯めまして、姉妹プリンとかやめてね。一応可能性はあるか。まあ進化貯めます。ウィザードね、まあ正直なんだってあるな。ジャイもあれば、まあ、ベッカもあればみたいな。おお、迫撃ウィザードなんや。まあこれは分からんっすね、何なんだろう全然分かんない。なんかまあ強そうなカードが多いことだけは分かる。ヒマラム、これさ、だって走ってこないもんな、これによって。オッケーオッケーオッケー、いいね。ナイト右に行ってほしい、これ。あー、帰ってきちゃった。まあ、深海図ここで咲かせられんなら、ちょっといっか。迫撃、まあラム行ってもよかったか、これどうだろうな。なんか強そうなカードいっぺん入ってんな相手。まあまずいことだけはわかるが、なんとかなる気もする。え、竹取れてないんそれ、悲しみ。
攻撃の受けむずいねこれ。これでも強そう。呪いでゴブリンになりはしたが微妙か。まあ行くだけ行って考えるか。おマジで、え強い。縦線相手出しにくいんだろうな。えマジで強い。ダイナマイトでこれタワーに走って700ダメ。惜しい。今の入ったら700ダメでした。いや気づいたら押してんな。おもろいなこれ。押されてたんだけどね。でこんなんも適当っすよ。適当に呪い打ってザップも打ってカオスな世界にして守ればいいんでね。進化ナイトなんでね。同じも行くだけっすよ。なんなら呪い削りもちょっと入ってるんでね俺も。よいしょ。呪い打ってザップも打って呪文でちまちま削ってあげて。負け筋はそうね、何でもありそう。正直もう何でもありそうではあるが、ちゃんと冷静に耐えることが大事ですかね。えらい。マジでちゃんと耐えてんの偉すぎるな。うんで最後は呪文で削ってかな。呪い意外とダメージ少ねえんだな。いくらあるんだろう。おいさあナイス。まあちょっと怖くもなったがよく耐えましたね。なんか強そうなカードいっぱい入ってんな。まあ、プリンスとかにはね、盾の戦士が意外と刺さるんでね。意外といる。今日そんな当たってないけど、盾戦採用はね、いるイメージがありますが、まあ、呪いにね、ちょっと弱い。呪いザップに。そう。だからなんかプリンスも本当に、呪いとザップがあれば、無双できるんでね。弱点すべて突破できる。強すぎはするよな。さあ相手はスパーキーね。まあ、ザップあるんでね、耐えれるかな分かんないけど、まあペッカなんで変に逆サイも気にしなくていいか。早すぎるザップ。一発落とせないで。ブブ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 、打たなかったらでかー。これマジラムライダーね、走りたいけどね。一回ね冷静に行くか。呪いとか打ってもよかったのかなーなんて思っちゃったりもするが、まあ一生はだいぶ良さそうなので、のんびりまったり行きたいと思います。で相手の呪文をね知りたいね。このフェニックスうざい相手したいな。よし無理やり突破まーん。いやしかもこのさ追い打ちの700ダメね、やばマジで強いんだけど。ダイナマイトゴブリンすごいな。世界一ゴーグルが似合うキャラね。さあまあジャイクルはこれペッカをね出さないっていうのがね意外とね
重要なことを私は知ってます。まあ、暇なんで呪い打っとくか。で、ザップで手札回しをします。これが大事です。あのペッカー強いんですけど、まあ、その分ねカードが回んないんですよ、手札が。それがやっぱねよろしくないんですよね。なので意外とねこのペッカー以外でカードを回すことによって手札のねサイクルがいいんですよ。手札のサイクルがいい、手札がいい、回る、だから進化が回るっていう感じかな。そでこの進化ザップでを防衛に使える。そうするとまあ基本的に防衛は楽だよねっていう。今度はもうラム飛ばしてザップ打つだけで終わるんでね。はい、グッドゲームっすね。強なんで今のは、まあ、ペッカを出さずにね、他で回してたのが勝因というか、まあ負け筋をなくすプランかな。普通にペッカ出してたらなんかね食われてそうだもんな。まあ LSP 型だとそれができるかな。なんかメリットだと思う。ナイト LSP フェニーダイナマイト、その辺で回せるんでね。さあ相手もザップか。なんかザップデッキ流行ってんな意外と。高回転全然当たんねえな。まあ形組みは強いんだよね今。高回転はなんかまあミスを普段しないとかね、恐れてない、何も恐れてないプレイヤーは使ってるけど、まあ、ワンパンされるんでね今プリンスラムに事故で。これでラムいけるだけ強いけどな。カウンターも怖いけど行っちゃおうかな。え？取り取んないけど。え、なんか、ザップが間に合わんかった。いや、呪い打たれると思ったより溶けちゃうな。ペッカがね、呪い打たれたら無理して攻めない方がいいかもね。まあ、呪い打ち返すぐらいがちょうどいいか。さあ、まだ参っては、まあ、ジャイかな。何回目やねんっていうぐらいのね、ジャイプリンスです。そういうことです。まあさすがにペック出すか。え、そんなトリトン偉いことある。逆にとかない。いやー、あー。いや一発ぐらい入りそう。オーケー。いやザップ打っとけばねもっと入ったんですけど、まあまあまあ深海図を探したことに価値があるんでね。いやー残ってほしかったなー、この子かわいそうすぎる。まあまあまあフェニーっていうかウィザードがちょっとめんどい直りしてんね、あの子ね。あとトリトンもいるんでね。嘘だろ、そのカツンマジ嘘だろなんだけど。希望、俺の希望が
終わった。僕ペッカなんですけど。ペッカでジャイに負けんならペッカ使う必要ねえじゃんってなっちゃうが、トリトンが入ってんのが強いね。トリトンか。まああのプリンスのカツンでいかれたっすね。あのダメージ1200なんでよろしくない。受けちゃダメだ。ペッカチョキーン。3アドです。ナイト分おい。いやまあでもそういうことよね。本当に本当に強いんだペッカって今。まあ呪い打ちたいけど、これ自陣回収にしようかな。うん、控えめプランのカウンター。ウィザードじゃなかったらだいぶ幸せにはなれそうだけど、これフェニーが残ったら嬉しかったけどな。いやいい、これ結構入らん。あーまあまあまあからの700がもう防げない。やば、やりすぎやりすぎやりすぎ。いやマジでイカれてんな。さあなんならミラー対決もあったがボイドだったね。いやマジ負け筋はね呪いで突破されることなんですけどね。俺も呪い打ちましょうか。ここはダイナマイトも出したいけど逆サイもあるんで。いやー逆サイちょっとケアというか警戒しといてよかったね。いいね、700ダメージも入らない。ラムライダーがいるかどうかはね今んとこ分かんねえな。あプリンスではあったよ。やべ、いろいろと迷っちゃった。さあペッカプリンスラムネいかち。まあこれ終わらせにいっとくか。やべ、なんかやばそうじゃない。マジいやなんか無理やりではあったがなんとかいった。今ので突破できんだな。さすがにね下げて。よし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 。いやマジ無理やり呪いとザップで突破すんの強いな。マジで無理やりだったけどな。無理やりではあるが、まあそれがね、まあ、玄関強なんでね。はい、ペッカラム組んでいきましょう。というわけでペッカラムね、はい、なんかめっちゃ強いです。環境ですし、まあ、ジャイとかにもね勝ちやすいと思います。はい、負けることもあるんですけど比較的勝ちやすい方だと思いますんで、まあ、ぜひこの、ね、ペッカラム LSP フェニー型ね皆さんもやってみてください。これもチャンネル動画もお待ちしております。明日またね。